松尾寺松尾寺は、大阪府泉市松尾寺町にある、天台宗の寺院。天武天皇元年に、縁の淳が当地で7日間手法し、霊木を得て、如意輪観音を掘り、衝動を立てて安置したことに始まる。その後大長が中高し、熊野権現、蔵王権現、白山権現を誕生した。平安時代に当時に住んでいた、河内国の総広優にまつわる気づいが、 日本王上国楽記や、根弱物語集などに記されている。鎌倉時代には、源頼朝が、祈祷所として保護している。松尾寺の最盛期は、南北朝時代から室町時代であり、寺には、松尾寺城も作られていた。寺療七千国、寺坊三百余名、僧兵は、数千人を数えたという言い伝えが残っているが、それを裏付ける文書等は、 現在のところ発見されていない。また、南朝との関係が深く、延元元年、五代五天皇臨時によって祈祷所となり、以後も南朝からたびたび祈祷を命じられていたという。南北朝統一後は、足利義満田代々の室町幕府将軍も祈願所として事業安堵を行ったとされる。天正五年には、織田信長から金星が出され、 松尾寺の保護が約束された。しかし、天正9年には信長による高野三攻めの際に攻撃を受け、松尾寺を含む阿弥陀山書道を丸ごと焼き払われた。慶長7年、豊臣秀頼による近藤の寄進などにより再興が行われた。江戸時代には十三の達中があったが、明治の廃仏希釈によって、 病院と法病院以外は廃絶した。ありがとうございます。